トバエの表紙、ピエロ姿の人物は美ーが自らをギガ化したもので、ある。トバエは、フランス人がカジョルジュ美ーが横浜居留地で発行した風刺雑誌。1887年2月15日創刊、1889年12月15日定刊、一部80銭、石版釣り、毎月2回発行で全75を発刊された。ただし、これは、 第二次、トバエと呼ばれるもので、1884年12月に第一次のトバエが発行されている。しかしこれは、総関号だけで廃刊になってしまった。第二次と異なるのは、色ずりページがあること、日本語の説明文がないこと、政治的風刺がまだないことである。この当時の美号は、陸軍主管学校の科学教師の契約が同年10月できれ、 居留地の外国人向きに家をいる生活を始めたばかりであった。この配管は当時の美号の経済状況が関係していると見られる。その後、1886年にイギリスやフランスの新聞から報道画家の職を得たことで美号は経済的に安定し、再び本紙を発行する。トバエは居留地に住む在留外国人を主な読者としていた。 風刺雑誌とは言うものの、いわゆる記事にあたる部分のない、全ページ風刺漫画の7用のみの印刷物である。フランス語と、日本語での説明はすべて絵の中に手書きされている。日本語による説明の下作風文体から見て、日本人の協力者がいたことが推察されている。主な内容は、現代日本と見出しのある、明治風俗を描いたものと、時事と、 見出しのある明治20年代初頭の政治風刺である。想定された読者が外国人であったにもかかわらず、日本語の説明文が付されたのは、本紙を日本の新聞社や雑誌社に送付し、ジャーナリストに影響を与えようとしたためであった。微号は、居留地の外国人が、条約改正が時期尚早だという立場をとっていた、ことから、そうした読者の興味を引くため、 痛烈な日本に対する風刺を行った。この条約改正焦燥論は美号も抱いていたものである。中江町民とその門弟は自由民権運動の立場から政府批判の一環として協力した。清水遺産は美号が飛ばへで主張したことについて条約改正は時期焦燥である。明治政府は国民の反対を抑えて条約改正を強行しようとしている。 日本の近代化にはまだ時間がかかる。の3点、及び日本のドイツ化を阻止して、フランスの国策を広めようとする目的意識を持っていたことなども指摘している。トバエはワーグマンのジャパンパンチの不調の後、取って変わるように出てきたが、すぐに売れ行きは落ちてゆく。1889年に大日本帝国憲法が発布されて自由民権運動が収束したことで、 条約改正を除くと、日本の政治に対する風刺はほとんどなくなり、居留地の人々の生活を主体とした編集に変わっていった。その後の美号の風刺精神は、日本人の生活、ポタンド横、ルポタンといった、短名な雑誌に形を変えて続いていくことになった。ありがとうございます。